シーラントは、輸食予防のために、葉の消化劣孔に樹脂を詰める、歯科処置。フィッシャーシーラントとも呼ばれる。シーラント処置を施された、旧市1970年代より、アメリカでは平滑面の輸食は、減少傾向にある。これは、上水道へのフッ素添加の普及、社会の高校衛生意識の高まりによる。しかし、高校の奥にある、小球士や、大薄刃は、 消化や劣行を持つため歯磨きで清潔に保つことが難しい。この側面に対処するため、1960年代から1970年代、初めに第一世代のシーラントが開発され、アメリカ食品医薬品局により承認された。グラスアイオノマーセメントによるシーラントは1974年に JW マクリーンと AD ウィルソンにより導入された。シーラントは、 通常、歯科医院で行われる。歯科医師や歯科衛生士が歯の表面を清掃後、完全に乾燥させ、消化劣行に樹脂を詰める。樹脂は、光効果型と化学効果型がある。シーランとは、経年劣化を起こすが、5年程度持つとされる。シーランズ、アメリカンデンタルアソシエーション、2009年1月12日、閲覧。 ピットフィッシャーシーランツ4プリベンティングデンタルデーケインパーマネントティースザコクランデータベースオブシステマティックリベス7 CD001830 ドイ10.1002 14651858 CD001830 パブ5 PMC6483295 プミド28759120 HTTPS www リサーチマンチェスター AC UK ポータル EN パブリケーションズピットフィッシャーシーランツ4プリベン d e n グデンタルデーケーインパーマネントティースレビュー HTML ありがとうございます